ステリーの話だよ。赤穂の47子の謎っていうお話を教えてあげるね。ある日、オーナーの四子さんとロボボンのミラクルは赤穂の町にやってきたんだ。赤穂の47子って知ってるかな？それは昔、忠義と義理に生きた武士たちの話なんだよ。だけど、ミラクルは初めて聞く話だったみたいで、興味津々だったんだ。僕も武士になれるかな？って、ミラクルが聞いたんだ。四子さんは優しく微笑んで、ミラクルも立派な武士になれるよと答えたんだ。その時、ちょっとした音が聞こえてきて、二人は町の中へ急いで行ったんだ。すると、町の広場で現れたのは、47子の姿だったんだ。でも、なんだかおかしいなと思った四子さんとミラクルは、近づいて行ったんだ。すると、47子たちはミラクルに話しかけてきたんだ。よく来てくれたな、ミラクルさんと。ミラクルは驚いたけど、喜んで答えたんだ。どうして知ってるの？って。すると47子たちはにっこり笑って、我々は時空を超えている者たちだよ、と言ったんだ。赤穂の忠義が未来まで伝わるように、ロボボンのミラクルと出会う予言があったんだって。ミラクルは目を輝かせて、47子たちと一緒に冒険することになったんだ。そして、彼らと一緒に謎を解いていく中で、赤穂の忠義の意味や47子の真実を知っていくんだ。ミラクルも四子さんも一緒に謎を解いていく中で成長していくんだよ。物語はまだ続くけど、どうだったかな？もっと聞きたいことがある？はい。おしまい。どう？なかなか面白かったでしょ？そうだね。ありがとう。どういたしまして。またね。